今回紹介するのは、アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書、という本です。著者は全然知らないけど、立花明氏推薦という安心感で買った一冊良い著者のアンドリュー・オースミス先生のプロフィールを見ると、クラクラする MBA、ホーム博士、弁護士、最高執行責任者、へへ。 思わず土下座したくなるでも、本当はよくわかんない。すごいんだろうけど、それを理解する知識が僕にないから、むしろ、うさんくさいとも思えてくる。そもそも、すごい経歴の人の本が面白いとは限らない。ならなぜ、僕が限られた資金、本当に切実からこの本を買ったかといえば、 立花明先生の推薦の帯に見事釣られたからだ。立花明先生の本ならすでにいくつか読んで、僕の血肉になっている。しょうもない本の推薦をして、ご自身のブランドを損なうようなことはしないだろう。 と、この僕の予想は当たった。この本のテーマは、お金の基礎教育だ。そもそもは、医者をやっている。若い親戚に向けての手紙を元にしているそうだ。タイトルに、アメリカの高校生が学んでいるとは、銘打っているが、元は、高学歴高収入。医者だけど、お金のリテラシーのない人に向けた内容になっている。つまり、アメリカ人なら、誰もがお金の知識がある。 わけではない。ま、当然だよね。それに、アメリカ人は日本人に比べて破産件数が多い。人口や破産の定義が違うにしろ、一桁多いんだから、アメリカ人みんながみんな、この本のような知識を身につけているわけではない。だから、アメリカの高校生の知識を持ってない俺、やばい、と焦る必要なない。今からでも十分間に合う。内容は、 立花明先生の本を読んだことのある人には馴染みのあるものだろう。そういう人は、この本から新しい知識を得るチャンスは少ないと思う。でも、お金の知識は大切だから、何度でも復習したい、という人や、これからお金について勉強しよう、という人にはいい内容だと思う。アメリカと日本は制度が違うから、そこんとこどうなんだろう。 と思い保険のところを見たら、日本の皆保険のことにもちらっと触れられていたので、本を作るときに日本向けとしてふさわしいようにしたんだと思う。好感が持てた。基本的にはお金の管理や計画に関する内容なので、これを読んだら次の日から急に金回りが良くなるということはない。ほとんど効果が出るまで時間がかかるものだ。ただ、 だからこそ、スタートは早い方がいい。若い人をメインに、人生にまつわるお金の知識を身につけて、下手こかないようにしよう。というのが著者のメッセージだ。以上。興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。